化石。化石、化、石、ドイツ語、英語、ホッセルとは、地質時代に生息していた生物が死骸となって、長く残っていたもの、もしくはその活動の痕跡を指す。多くは、古い地層の中の堆積岩において発見される。化石の存在によって知られる生物のことを古生物と、いい、化石を素材として、過去の生物のことを研究する学問分野を、 古生物学という。なお、考古学において、地層中に埋蔵した、生物以外は、植物遺体、動物遺体など、遺体、依存体と呼称される。資料としての化石は、1、古生物として、2、堆積物としての二重の性格を併せ持っている。化石は、過去の生物の遺体や遺跡が、何らかの形で地層の中から発見されたものである。 意外が地層に閉じ込められた後、肉などの軟質部は通常化学変化により失われる。従って化石には動物の骨やから、歯などの硬い組織の部分を主として、それらが鉱物に置換されて残っているものが多いが、この歯や恐竜をはじめとする動物の皮膚や羽毛の型が残っているもの、貝などの内部が鉱物で充填されたものもある。形状的には、 突型、オス型、石膏型形状のものを、カスと、大型、目型、異型形状を、モールドと呼ぶ。また、軟体生成物あるいは生物における軟質部が酸素の少ない泥に閉じ込められた、ジェスケツガンのような例も、稀に見つかる。また、鉱物に置換されていない例として、炭化した、植物。 琥珀に取り込まれた昆虫、シベリアで発掘された生態に近いマンモス、新しい時代では、貝殻がそのまま化石になるなどの例もある。2005年、アメリカで、ティラノサウルスの大腿骨から柔軟性を残した、血管や骨細胞が発見され、どのくらい組織が残されているか注目されている。生物体それ自体だけでなく生物活動の後、遺跡も生根化石と言われ、 化石の一種とされる足跡、肺跡、巣穴など、生根化石は生物本体の化石よりも重要ではないと考えられるかもしれいが必ずしもそうではない。生物体化石だけではわからないことが生根化石から判断できる場合も多い。発達した生物が多く現れる、古生代カンブリア紀の初めを示すのは肺跡の生根化石で、 恐竜の行動様式がわかるのは足跡の研究の成果である。タンザニアでは360万年前のアウストラロピテクスの足跡の化石が見つかっており、そこでは親子が並んで二足歩行していることが実際に噛められている。動物の排泄物の化石、噴化石もその動物の消化器官の様子や餌にしていた生物を知る重要な手がかりとなる。また、 恐竜の卵の化石は一箇所に集中して大量に見つかることが多く、毎朝ラのように、ある種の恐竜は子育てをしたのではないかと推論される。証拠も見つかって、このような例から動物たちの多様な行動様式を知ることができる。いずれにせよ、化石として残る生物は偶然に左右され、その体の部位、条件、その他極めて限られた場合だけである。例えば、 蝶類については、他のものより、湿度量は少なく、ヒ素蝶と現世蝶類を結ぶ、進化の過程には、未解明な点が、今なお多い。また、化石からわかる情報もそれなりに限られたものである。しかし、過去の生物を、直接目にすることは、化石を通じてしかありえない。それゆえ、進化という考えの起源の一つが、化石研究であったのは、当然である。とはいえ、 化石から生物界の種すべての情報を引き出せるわけではない。生物界全体を見渡せば、化石から系統進化に関わる知識を組み出せるのは、動物界と植物界だけにほぼ限られると言ってよい。近海、原生生物界、細菌、古細菌の化石の湿度も少なくないが、微化石として多産するもの以外については、通常、断片的な知識しか得ることができない。 ただし、幻覚生物など、極めて情報量の乏しい生物群でも、多生物の化石と細胞内共生や、LGT などを利用して関連づけることで、系統樹に関する情報を得ることができる場合がある。分類群特有の成分も、分子化石として算出する場合がある。古生物遺体、意外としての化石は、生物学上の分類に従って、動物化石、 植物化石などのように分類されるが、上述のように意外化遺跡化、また依存の状況や程度によっても分類が可能であ。表にまとめると以下のようになるが、あくまでもこれは代表的で分かりやすい事例を掲げたに過ぎない。古くから化石の存在は知られていた。古代ギリシアにおいては、化石を過去の生物と見るものがあったが、アリストテレスは特殊な力によって、 石の中に生まれるものとみなし、そのため、ヨーロッパでは化石への正しい認識が遅れた。その後の流れの中では、キリスト教の教義との関わりもあり、化石を旧約聖書に記載されている、ノアの箱舟伝説における、洪水犠牲と見る考え方も長く維持されてきた。また、化石化した魚は、地下水を泳ぐ魚であると解釈されたりもした。化石を意味する英語、 ドイツ語単語フォッセルやフランス語単語フォッセルなどが、ラテン語で、掘り起こされたを意味する、フォーセリス、掘るを意味する動詞、フォディアから派生したものに由来するのはそのためである。1796年、フランスの博物学者ジョルジュキュビエは、原生の像の骨格と像の化石との詳細な比較を行い、この化石は、原生種とは全く異なる古代に絶滅した種であると、結論付け、 この化石種をマンモスと命名した。ほどなくシベリアの永久凍土から氷漬けのマンモスが発見され、キュビエの考えに強力な裏付けが得られた。1811年、イギリスのメアリー・アニングによって、イクチオサウルスの化石が発見され、解剖学的特徴などについて研究がなされ、これを契機に化石研究が盛んに行われるようになった。 活石の研究は生物学に対しては進化論の重要な証拠となった。ただし、キュビエは反進化論者であった。彼は神による創造という概念から抜けられず、そのために過去において時代によって異なる生物が見られるのは神が生命を創造し、それをノアの洪水のような災害によって滅ぼし、改めて生命を創造するということを繰り返した結果だとする。 天変地異説を唱え、当時進化論を主張していた、ジャンイコール、バティストラマルクと激しく対立した。このように化石は、生物の進化の証拠の一つであるが、アメリカ合衆国では、生物の進化は、キリスト原理主義と相入れないとして、初等教育では教えてはならないとされる地域もある。生命がいつ誕生したについては、諸説がある、グリーンランドのイスア地方では、 38億年前、先カンブリア時代の堆積岩中に生命に由来するものと思われる炭素の層が見つかっており、オーストラリアでは保存状態が良好な34億6零零0 0 0 0 0 0 0前以前のバクテリアの化石が西オーストラリア州より発見されている。同州ではさらに1億年以上古いと推定される化石も見つかっており、 早ければ43億年前に生命が発生したと考える研究者もいる。いずれにせよ、化石は生命の起源を探求していく上で重要な鍵を握る直接的な資料となっている。化石は過去の生物の意外であることから、過去の生物を復元的に考察し、古生物界の様相や推移を知るためのほぼ唯一の資料であり、 誕生以来長く続いてきた生命の長い歴史、特に系統進化の直接的な証拠となる。生物は地球の歴史の中で生まれ、それが分化し、あるものは繁栄して、その後ある種は絶滅するが、再び新しい生物群が誕生するという巨大な流れを開けしている。この流れの中で、かつては多くの種に分かれて繁栄したものの、 現在はその子孫がごく限られた場所にわずかに生き残っている例を生きている化石と呼んでいる。生命誕生以来、地球の表層部に蓄積された化石は莫大な数に達する。これらの化石は記載され、化石標本をもとに同定され、現生の生物と同様にその系統的る遺関係の検討の結果、過去から現在に連なる動植物界のドメイン、界、門。 つな、め、か、ぞなどの分類上の階級的位置が定められ、系統進化の道筋が明らかにされた。それは、通常系統樹、デンドログラムという形でまとめられ、除述される。また、データの検討と考察によって、種の分化、進化のスピード、絶滅の原因などについても追求されている。さらに、今日ではコンピュータによる統計処理によって、 データの定量的解析が飛躍的に進んでいる。だが、現世の生物の祖先の形を知るには、現在でも化石以外に頼れる証拠はない。いずれにせよ、系統学の存在と発展にとって、化石はなくてはならない根本的な資料であり、化石がなくては、系統学そのものが成り立たない。系統学と分類学は密接な関係にある。生物の多様性に関して、 重要なのは、それが、種と呼ばれる不連続群によって、最も意味深く現れることである。系統学においては、連続的なものとしてまとめられることが、ここでは、不連続的な一単位を基礎に検討される。また、分類学は古生物のみならず、現世の生物をも、対象としている。ここでも化石は、他の動植物の標本資料と並んで、 自然分類を考察していく上での重要な手がかりとなっている可能性がある。化石を堆積物として見た場合、そもそも、古生代、中生代、新生代など、地質時代の区分、地質年代は、化石に基づいて定められたものであり、カンブリア期は俗に、山陽虫時代と呼ばれたりする。地質学研究の分野において、化石を利用する目的には、などがある。 法実する、四準化石は1の、四層化石は3の根拠となる。化石のことであるが、もとより、この二者は互いに対立するものではなく、四準化石であると同時に、四層化石である場合も多い。2に関しては、三条期初期の陸生の四足歩行動物である、リストロサウルス。リストロサウルスの化石が、アフリカ大陸と南極大陸の両方で見つかったことにより、 アフリカから南極まで乾いた陸の上を歩いたものと考えられ、それゆえ両大陸がかつて接続していた外然性が改めて指摘された。同様に、才能グネイサス、哺乳類系爬虫類、メザソリス、淡水性の爬虫類、グラサプタース、シダ類の化石がいずれも今日遠く隔たった複数の大陸にまたがって出土している。このことは、 南半球にかつて一つ流れの大きな大陸、ゴンドワナ大陸が存在していたとする、仮定、大陸移動説及びプレートテクトニクス理論の両仮説を裏付ける物的な証拠資料と考えられ、放射性同位体による年代推定法が確立するまでは、地層のできた時代を知る手がかりは、化石のみであった。その中でも、特定の地質時代に限り生息していた、 特定の種の化石は、四準化石と呼ば、それぞれの地層の年代決定に用いられる。これは、イギリスのウィリアム・スミスの研究により確立された方法である。四準化石として好ましい条件には、以下のようなものがある。四準化石の例としては、三葉虫、古生代、筆石、古生代、アンモナイト、中生代、ビカリア、新生代などがある。特定の環境、 気候、水深、水温、地形などに限って生息していた特定の種の化石は思想化石と呼ばれ、地層が堆積した古環境の検討や特定に用いられる。思想化石は、産後、暖かく澄んだ浅い海やしじみ、川の川口付近などがわかりやすい例であるが、実際には全ての化石が多かれ少なかれ思想化石としての意味を持つものであり、 特に植物化石は、古気候などを知る重要な資料となっている。今日、第四期における気候の変遷は、それぞれの種の植物化石の象徴によって詳細に、たどられている。恐竜、アンモナイト等の古生物の化石は古生物に関する知識を与え、太古の生物へのロマンを感じることができる。アマチュア古生物マニアも数多く存在し、貴重な化石は特に高値で売買される。 博物館でも特別展や企画展の目玉となることが多いので、工学でやり取りされる場合が少なくない。竜も恐竜の化石からイメージされたのではないかと考えられることがあり、恐竜化石は人気が高い。最近では珍しい化石の発掘が商業ベースで進んでおり、有名になった化石が出土地を離れて遠隔地のコレクターの手に流れることもあり。 研究者たちも頭を痛めている。裏ルートで高額に売り出されてしまうケースも少なくない。また、古い時代から漢方薬として用いられたり、アンモナイトの化石には魔力が宿るなどとされたりといった形で長く利用されてきた歴史がある。注医学では、大型哺乳類の骨の化石を、竜骨、シ馬を、竜馬、角を、竜角と呼び、いずれも、鎮静、不眠などに用いられ、 これらの遺物は、小僧院薬物中にも見える。また、甲骨文字の発見は、新末の金石学者、大家が、持病のマラリアの治療薬として、流骨を求めたことに橋を発すると言われている。現在でも、山陽虫やアンモナイトなどの美しい化石はアクセサリーに用いられている場合がある。特殊な化石では、宝石や美しい鉱物の成分に、 置き換わっているものがあり、それ自体が宝石として流通するものがある。琥珀は樹木から分泌された樹液の化石であり、一種の生根、化石であるが、多くの場合宝飾品となり、特に中に昆虫などが封入されたものが珍重される。世界的には、バルト海沿岸の琥珀が特に良質とされ、日本では岩手県久慈市が代表産地である。 マイケル・クライトン原作の小説及びその映画カジュラシック・パークでは、琥珀中の蚊の体内に竜の赤血球が残され、そこから恐竜の DNA が抽出されるという設定になっているが、現実には DNA が保持していた遺伝情報は失われているはずである。また、日本でマガタマの素材などとして愛好されてきた壁玉の多くは放散中の遺体で形成されている。 なお、石炭、石油、天然ガスは古生物の意外が化学変化を受けたものであることから化石燃料と呼ばれる。古生物の意外がそのまま堆積して岩石化したものとしては石灰岩、区イはチャート、ケイソードがある。その他、海鳥の糞が堆積、固化してできるグアノを起源とする臨光症、鉄バクテリアにより生成された鉄鋼床などを 人間生活にとって有用な地下資源となっているものも少なくない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。